今回は拡張静岡市 vs 拡張豊田市 vs 拡張新潟市 vs 拡張豊中市 vs 拡張高松市 vs 拡張宇都宮市の動画をお送りしていきます。人口40万から80万未満の都市をベースに80万規模を拡張したエリア対決。今回は準決勝 B 組の比較対決となります。登場拡張都市のここまでの戦績を挙げていきます。拡張静岡市1回戦 E 組1位、2回戦 D 組1位。拡張豊田市1回戦 D 組1位、2回戦 C 組2位。拡張新潟市1回戦 C 組2位、2回戦 D 組2位。拡張豊中市1回戦 D 組3位、2回戦 A 組2位。拡張高松市1回戦 B 組1位、2回戦 D 組3位、敗者復活セカンドラウンド4位。拡張宇都宮市1回戦 A 組2位、2回戦 A 組4位、敗者復活ファーストラウンド1位、敗者復活セカンドラウンド2位。この6都市で対戦を行います。上位2都市は決勝へ進出、中位2都市が敗者復活戦へ進出、下位2都市は準決勝敗退となります。今回さまざまな都市データをランダムに対戦させるドンヨル証拠の10連戦のシステムで検証していきます。1試合目、小売業売り場面積は拡張高松市が高い、人口密度は拡張豊中市が異次元。不動産物品業売上は拡張静岡市が高い、1万人あたりの市街地数は拡張新潟市の僅差勝ち、加重地中間人口密度は拡張豊中市が圧倒的、課税対象所得は拡張豊中市の勝利、拡張豊中市の勝利、7点差の2位は拡張新潟市。人口密度、加重地中間人口密度を圧倒し、課税対象所得で拡張豊田市以上の拡張豊中市の勝利です。2試合目、製造業現金給与総額は拡張豊田市が強い、製造業新付加価値額は拡張豊田市が圧倒的、農業公所は拡張宇都宮市の僅差勝ち、中間人口密度は拡張豊中市が圧倒的、年少人口は拡張豊田市の競り勝ち、地方税は拡張豊田市が高い、拡張豊田市の勝利、8点差の2位は拡張宇都宮市。桁違いの製造業現金給与総額、新付加価値額、年少人口、地方税の拡張豊田市の勝利です。3試合目、金融保険業売上は拡張静岡市が高い、商業年間商品販売額は拡張新潟市の競り勝ち、実質交際比率は拡張豊中市、一般病院数は拡張高松市の勝利、年少人口比は拡張豊田市の競り勝ち、サービス業売上は拡張静岡市の競り勝ち、拡張静岡市の僅差勝ち、3点差の2位は拡張新潟市。全都市の大接戦、金融保険業とサービス業の拡張静岡市が商業販売額も2位を取って僅差勝ちの勝利となりました。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点10、2位は勝ち点7、3位は勝ち点4、4位は勝ち点2、5位は勝ち点1、6位は勝ち点0へ計算していきます。接戦の序盤戦、拡張豊中市が首位スタートです。4試合目、製造品出荷額は拡張豊田市が圧倒的、人口増加率は拡張豊中市が圧倒的、小売店数は拡張静岡市の僅差勝ち、卸売業従業員数は拡張静岡市の競り勝ち、製造業従業者数は拡張豊田市が強い、建築床面積は拡張豊田市が高い、拡張豊田市の勝利、7点差の2位は拡張静岡市。圧巻の製造品出荷額と製造業従業者数、建築床面積を制した拡張豊田市が人口増加率も時点で勝利となりました。5試合目、小売業年間商品販売額は拡張高松市の僅差勝ち、課税対象所得は拡張豊中市の競り勝ち、製造業現金給与総額は拡張豊田市が強い、歯科診療所数は拡張新潟市が高い、1万人あたりの位置数は拡張豊中市が高い、推薦人口比は拡張豊中市の競り勝ち、拡張豊中市の勝利、7点差の2位は拡張宇都宮市。推薦人口比、1万人あたりの位置数、課税対象所得を制した拡張豊中市は製造業や小売業の弱さに関係なく勝利しています。第5試合終了時点の順位、拡張豊中市は首位をキープ、拡張高松市は苦しい状態です。6試合目、加重地中間人口密度は拡張豊中市が圧倒的、農業公所は拡張宇都宮市の僅差勝ち、商業年間商品販売額は拡張新潟市の競り勝ち、全産業売上は拡張豊田市の勝利、経常収支率は拡張豊田市、複合サービス業売上は拡張静岡市、拡張豊田市の僅差勝ち、わずか1点差の2位は拡張宇都宮市、全産業売上と経常収支率の拡張豊田市が農業公所や商業販売額で苦戦しつつも1点差勝ちしています。第6試合終了時点の順位、拡張豊田市が首位浮上です。7試合目、
製造業、アフ価値額は拡張豊田市が圧倒的。卸売業、従業員数は拡張静岡市の競り勝ち。医療福祉、売上は拡張宇都宮市が高い。小売業、売り場面積は拡張高松市が高い。小売業、従業員数は拡張高松市の競り勝ち。財政力指数は拡張豊田市が高い。拡張新潟市と拡張高松市が揃っての勝利です。小売業、売り場面積と従業員数の拡張高松市、それらで2位で、さらに医療福祉と卸売業従業員数も2位の拡張新潟市の勝利です。第7試合終了時点、拡張新潟市が2位に浮上しています。8試合目、課税対象所得は拡張豊中市の競り勝ち。人口密度は拡張豊中市が1元。卸売業年間商品販売額は拡張豊中市の僅差勝ち。出張数は拡張豊中市の僅差勝ち。製造業現金給与総額は拡張豊田市が強い。金融保険業売上は拡張静岡市が高い。拡張豊中市の解消14点差の2位は拡張豊田市。課税対象所得、人口密度、卸売販売額、出張数を制した拡張豊中市は製造業や金融保険業に関係なく解消しています。第8試合終了時点の順位、拡張豊中市は再び2位に浮上しています。9試合目、経常収支率は拡張豊田市。交通事故の少なさは拡張豊中市。実質交際費率は拡張豊中市。建築工事費は拡張豊田市が高い。商業年間商品販売額は拡張新潟市の競り勝ち。地方税は拡張豊田市が高い。拡張豊田市の勝利。11点差の2位は拡張豊中市。経常収支率、建築工事費、地方税の拡張豊田市が実質交際費率でも2位を取って勝利しています。第9試合終了時点の順位、最終戦前に6位の高松市は敗退が確定してしまいました。最終戦、卸売業従業員数は拡張静岡市の競り勝ち。複合サービス業売上は拡張静岡市が高い。製造業従業者数は拡張豊田市が強い。製造品出荷額は拡張豊田市が圧倒的。不動産物品業売上は拡張静岡市が高い。一般診療所数は拡張豊中市の僅差勝ち。拡張静岡市の解消です。15点差の2位は拡張高松。卸売業、従業員数、複合サービス業、不動産物品業を制した拡張静岡市の解消です。全10試合の最終結果が出ました。拡張豊田市勝ち点57、拡張豊中市勝ち点45、拡張静岡市勝ち点41、拡張宇都宮市勝ち点40、拡張新潟市勝ち点35、拡張高松市勝ち点27。激戦となるも4回1位の拡張豊田市が優勝、2位争いは3回1位の拡張豊中市が6位も4回を乗り越えて制し、決勝進出の上位2都市の座を得ています。3位は最終戦で勝利の拡張静岡市、ポイント2番手の拡張宇都宮市が4位、拡張新潟市と拡張高松市は勝利はしたものの勝ち切れずに5位と6位で敗退です。決勝進出が拡張豊田市と拡張豊中市、敗者復活戦進出が拡張静岡市と拡張宇都宮市となっています。最後に登場投手のデータを一気に全紹介し、この動画を終えたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひとも高評価とチャンネル登録をお願いします。また動画の感想、コメントやリクエストもお待ちしております。次の戦いもぜひお待ちください。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。